アンフィフォープルコの吉田です。前回この動画を撮らせていただいた時に、SNS の、 ご質問をさせていただいた質問の回答をさせていただいたんですけど、今日もちょっとそれのまた違うものの質問いただいたんで、それの回答をしていきたいと思います。はい、じゃあ質問です。自宅でのホームケアについて教えてくださいっていうことなんですけど、基本的にお家で、ヘアケアとかホームケアをするときっていうのはあんまり特別なことっていうのはあんまりしてほしくはないかなっていうのがまああるんですけど、まあ美容室で例えばトリートメントをしたりとかヘアケアっていうものをすると思うんですけど、基本的にその流れの延長で、お家でもダメージケアっていうホームケアっていうものをしていただきたいんですけど、基本的にお家でやるものっていうのはもう結構決まっていて、例えばシャンプーをしっかりしたものを選ぶとか、あとはまあ乾かす前乾かした後に流さないトリートメントをつけるとか、まあ、そういうのが一番のものだと なるんですけど、でホームケア の選び方、まあ、シャンプーの選び方だったり、ヘアオイルのヘアオイルだったり流さないトリートメントの選び方っていうものなんですけど、まずシャンプーに関しては、まあ、安いものって多分いっぱいあると思うんですけど、やっぱりそういうものっていうのはあんまり髪質状態によってもなんですけど、あんまり悪いくはないかなと思います。基本的にだからといってなんかシャンプーに関しても高いものがいいとかそういうことではなくて、なんか自分の、まあ、悩んでることに対してのタイプによって分けて見つけていただきたいかなっていうのがまず一つなんですけど、基本的にまずいいシャンプー悪いシャンプーってあると思うんですけど、それの選び方っていうのをまず一つ説明したいかなと思います。まあ、うちでちょっと置いてるものなんでちょっとこれは商品名今回は出さないんですけど、シャンプーの場合っていうのは多分ちょっとこう色がついているものとか透明なもので全くこう透けないものっていう3つぐらいあると思うんですね。で基本的にシャンプーを選ぶ時っていうのはあまり透けてないものっていうのは好ましくないかなと思います。まあ、成分的にもなんですけど、基本的にやっぱり不純物っていうものが入ってしまうと、まあ、シャンプーとしての役割がやっぱりそがわれてしてしまうっていうかあると思うので、基本的には選ぶときは色がついてても色が透明でもいいんですけど半透明のものを選んでいただくと、まあ、一番無難かなと思います。であとは基本的にそうですね、まあ、例えばカラーの抜けが早いってなればカラー用のシャンプーっていうものが売ってると思うのでカラー用のシャンプーを選んでいただいたりとか、あとはまあパサつき、まあ、広がりっていうのが気になるようであれば少し重ためのシャンプー、まあ、しっとりするとかそういう歌い出しのシャンプーとかはおすすめかなと思います。次は洗い流さないトリートメントの、まあ、選び方になるんですけど、多分流さないトリートメントっていうのは2つタイプがあって、クリームタイプとオイルタイプっていうのが2つあると思うんですけど、基本的にまあダメージがあるとかツヤを出したい広がりを抑えたいっていう場合っていうのは自分はヘアオイルをおすすめしてます。なぜかっていうと基本的にクリームタイプとオイルタイプっていうものに対しては蒸発時間っていうのがあって、その蒸発時間がヘアオイルの方が長めなんですね。でそれプラスやっぱツヤ感、あと広がりを抑える水分保湿っていうのはやっぱりどうしてもヘアオイルの方が優れているっていうところの面で言うならば、やっぱりヘアオイルをおすすめします。まあ、例えばこうショートスタイルのパーマスタイルとか、あとはそうですねボリュームをつけたいとかそういう場合はクリームタイプの方がおすすめなんですけど、今回はダメージケアっていう、まあ、ホームケアっていうことなんでちょっとヘアオイルをおすすめしたいと思います。で、まあ、ホームケアのそのパー、まあ、使うものに関してはこれで説明は終わるんですけど、基本的にやっぱり
お家でのホームケアっていうのは、まあ、ちゃんと髪の毛を洗ってでトリートメントをつけてで乾かす前にヘアオイルをつけるでしっかり乾かす、ただオーバードライにならないようにはした方がいいと思うんですけど、基本的にそれぐらいしかホームケアっていうのはしなくていいかなと。ただ毎日これを続けるっていう上でやっていけば、あのお店でやるトリートメントと掛け合わせた時にどん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 髪の毛は綺麗になっていくので、まあちょっと長い目を持ってやってみてください。じゃあ今日は終わります。